でエクスリブリスっていう、はい、それがあのたまたまチェコといくつかまあ拠点があって、はい、でそれが 毎年2年に1度ぐらいこうカタログを作るんですよ。で、まあ、それに掲載されたというそういうだけ でそれで作家さんの住所とかもこう載せてもらえるんで、はい、割とこう世界からこう気に作品を気に入ってもらえるとお仕事もらえたりっていうことがあるんです、はい、でも私引っ越しが多くて、はい、なかなかその時掲載された住所じゃないから、はい、あのなかなか仕事にならないという、はいまあ、それでは今回は丹波市在住でご活躍されておられます版画師の渡辺智子様にインタビューを取らせていただきます。1970年生まれ、ご出身は埼玉県、道東大学美術学部にて木版画技術を学ばれまして、その後大阪芸術大学木版画研究室にて木版画師一円達夫市の下で副師を務めた後、関東に移り制作活動を続けられました。その後2012年より、丹波市に移住され、丹波市で活動をされておられます。2019年8月ミニア、ギャラリー in ロンドンで開催された、展覧会のコンペ受賞の副賞として、イギリスアート雑誌ギャラリーズオクトーバー2019年に、作品が掲載されておられます。また国際蔵書評カタログが、チェコ・ポーランドのカタログに掲載されておられます。また2022年、私立伊丹ミュージアム企画展、また展で東京銀座ガレリアグラフィカ、東京神楽坂あゆみギャラリーが多数5点グループ展も開催されておられます。版画を中心にやっていまして、今木版画と銅版画と両方やっておりますが、日本古来の木版画を中心に活動しています。私は今あの丹波市の民家に管理人として住んでおりまして、丹波の美しい自然、動植物とか身近なものを題材として、制作活動をしています。もともとはあの雑誌のイラストレーターとしてイラスト作品を木版で制作していたんですけれども、企業さんの、まあ、例えばモンベルさんの T シャツの絵とか、あのアウトドア系かの旅の、まあ、雑誌から、まあ、スタートしまして、私があの動植物が中心に描いているものですから、そうした自然の関連の企業さんとか雑誌の仕事が多いんです。丹波に移ってからはあの地元の日本酒のラベルですとか、ビールのラベルですとか、地元の企業さんのヨゴバルブさんのコースターとか、あとあのコロナの時のアマビエ、はい、あそうですね、アマビエ、アマビコもうあの当時は大活躍してくれました、はい皆さんそれであのだいぶ助けられましたね。ありがとうございます、はい、活動の拠点にされているこの古民家ですけども、はい、要件の指定で景観形成重要建造物が来年度から指定される、はい、建物とあと敵地に生えている推定樹齢450年のクスノキがあって、あでそれも登録されるそうです。はい、木版画はもともと印刷の大元なんですけれども、昔は標点とか仏典とかですね、そうしたものを広めるための印刷技術として伝来したんですけれども、あの日本に来て独自の発展を遂げまして、木版というものが日本の風土にすごく合っています。地元で採れる木材とか、その竹の皮を使ったバレンなど、日本独自の高い技術と発展がありまして、他の海外
絵画とか平面作品には見られないようなその独特の表現があります。で古来からある技術なので全て国産で賄えますし、まあ、版を通して作品を作るのはその対象物やその実行の内面をこう客観的に捉えることができます。仕事によるその複製化というのは今のそのデジタル社会においては本当に反対の感じではありますけれども、その原点を見つめるというきっかけになると考えています。今の私が取り扱っているアート美術展の企画もそうなんですけども、はい、まあ、版画っていうのはずっと手で彫られてされているものすごく、はい、まあ、いわゆるフィジカルなものだと思うんですけども、そのフィジカルとデジタルっていう、こう相反するものですけども、はい、でもアートっていうくりではあると思うんですけども、そのまあ、二差変反的なものなのか、はい、それとも同じものなのか、どういったその捉え方をされていますかね。そのデジタルの作品も客観的に捉えるというのは同じ観点かなと思うんですけれども、実際に3次元のこの自分の手でものを作ることによってその思い入れがより深くなるというか、だから自分の思い、まあ、表現の一環としてアートはあるじゃないですか。自分がこういう思いだというのをこうよりダイレクトに感じられる作品になるんじゃないかなと。でデジタルの方はでそのより客観的に美しいものだとかその思いっていうものをぶつけることできると思うんですけれども、客観性がよりと違うような気がしますね。で私の場合でしたらその道具を通してこの和紙にこの念が映るというか、自分とはまた離れてはいるんだけれども自分の一部がここに残るみたいなところがちょっと感じられるかなと思うんです。そういう意味ではその、うん、まあ、私が勝手な判断なんですけども、はい、こちらの方は霊性というか霊的なものがその作品に乗り移るというか、はい、まあ、作品に魂が入ってるんだよっていうことを、うん、自分で思いやすいし、はい、それを見てくださった方がこう見てくれたら嬉しいっていうことを、はい、もうまさにそんな感じです、はい、まあ、はっきり言ってそのうまく言葉にできないから絵を描いてるんですけど、はい、まあ、それがアーティストの本来の私だと思いますので、はい、初めてやったのは小学校5年生ですけれども、まあ、日本で年賀状が当たり前にあった時代に学校でも毎年やるようなことだったんですが、それが面白くて、面白いと言いますのはこう絵を描いて実際に絵を描いたのをこう反対にして反転させて金に写したやつを彫ってというそういう作業が最初に描いた絵といい意味で違っていて、それがすごく思いがけない効果があって面白いなと思ったのがきっかけです。まあ、私の作品のテーマは自然物、動植物なんですけれども、人間があまり描かれないんですね。でそれは自然界において人間が一番ではなく、その自然あっての人間社会っていうのを、まあ、築いてもらうべく作品にしております。私は埼玉県出身なんですが、結婚してから東京にずっとおりまして、それでもともと自然に近い里山に住みたかったです。で東日本大震災をきっかけに東京で出て里山に住みたいという思いを実現させて丹波に来ました。で丹波は丹波地方は本当に歴史があるところで、四季折々 その自然の美しさもありますし、その人間の営みとその自然が本当に共存できている、まあ、融合している私にとっては理想郷だなと感じております。私もそう思うんですけどなかなか皆さん観光にも移住にも
なかなかいらっしゃらないので、まあ、こういう活動をぜひ別に私もして皆さんに広げていければなと思ってます、はい、だって都が栄えたのは、はい、やっぱりその近くにそうした肥沃なところが、はい、あるからだと 思いますし、はい、まさにそれが丹波やなと思っていて、はい、観光というよりも住むのにすごくいい場所だなと私は思ってます、はい、まあ、特に今は工場とか肉体労働っていう面ではあれですけど、ただ今もうすごく仕事のライフスタイルとか、はい、まあ、生活スタイルそのものも変わっていますし、もう今後5年とかでものすごい勢いで変わりますので、うんうん、私自身がリモートで活動したりしますので、はい、そういう活動ができる方に関してはどんどんこういうふうに、うん、どこでもできる仕事なんであれば自分がこう楽に進めるところで、はい、まあ、そんなにお金を使わずに、うんうん、自然と触れ合いながら自分の家族もいるんだったら、うん、まあ、安心してで美味しい、うん、しかも安心安全な、うん、食べ物が食べられる場所で住まれた方がいいと思いますので、はい、ぜひ皆さん丹波に住んでいただければなと思ってます。これからはやっぱり今やっている活動で地域などの自然物の、まあ、記録観察を続けて作品に反映していきたいなと思っています。で最近では学校教育でも彫刻刀が危ないからといってこう敬遠されて図工の授業に使われなくなったりもしていて、それはすごく残念だなと思っています。で実際に私も子どもさんとか大人でもこう指導したことがあるんですけれども、やっぱり怪我をする方はですねいらっしゃるんですが、でもそうした経験を踏まえて危ない道具は安全にどうやって使ったらいいかっていうことも体験できますし、道具は使いこなすうちに自分のものになると思ってます。自己表現もいろんな表現があると思うんですけれども、そうした意味でもさまざまな可能性を秘めているものだなと、そういう表現もあるよっていうのをですね知ってもらいたいです。でかつて印刷技術がこんなに西洋文化が入ってくる前は浮世絵などが印刷技術として定着していたんですけれども、19世紀後半にゴッホとかシャガールとか皆さんご存知の印象派などが西洋美術において多大なる影響を及ぼしたのが日本の浮世絵だっていうのを忘れないでほしいなと思ってます。で日本の伝統文化伝統美術湿度が高い日本の風土にすごく合っている木版画っていうのをですね、継承したいなと、技術として継承していきたいなと考えています。下書き、下絵があって、はい、でそれをこういうトレーシングペーパーに書き写します、はいはい、でそれを繰り返して木に、はい、くっつけて、で、これはカーボン紙をこう下に挟んで、はい、本当はちょっとちゃんとこう固定するんですけど、はい、洗車して書き写して、はい、で写したものを、写したとして、でこれを彫刻刀で、はい、こちらの彫刻刀ですか。これはちょっといろいろですね、はい、東京のメーカーさんのと、はい、あと兵庫県の三木市の彫刻刀が一番多いです、はい、あとはパワーグリップ、パワーグリップは世界的にも、はい、輸出してるみたいなんですけれども、はい、私が気に入ってるのが、はい、道刃物さん、これもでも海外に
はい、輸出してますね。これもあのケインドレイクさんっていう、これも兵庫県のメーカーさん、はい、でこれちょっと名前かちょっと忘れた。これはあの新潟だったかな、そうした、はい、日本のメーカーさんですね。でこれはあのもうすごい、兵庫県のそれこそ三木にお住まいの、なんていうんですか、この鋼をこう叩いて作る職人さんがあの特別に作ってくれた特製の刃物、はい、塗装したのを使ってます、はい、こういう、はい、でこれもあの彫刻トイレを、はい、あの木工作家さんに作ってもらって、はい、かわいらしい、かわいいです、使いやすいですね。そうなんですよ、ちゃんとこの入れ物に合うようにこう作ってくれて、はい、でもちゃんと全部木、あ、全部木、木でこの色の違う木も、はい、このねえ、うん、本当に細かい作業で、建具屋さんみたいな、全部気を使うわけが、あ、あの日本っぽいです。本当ですね、そうなんですよ。これちょっと掘った後のものだからあれなんですけども、はいはいはい、まあ、これに、まあ、インクをつけて、で、和紙をこうあの当てて、ちょっと汚いんですけど、これ当て紙って言って、はい、あのトレーシングペーパーにこう ろうそくでこう擦ってツルツルにしてます、はい、でそれでこう滑りやすくして、はい、はい、ってこの道具がもうそれこそ日本の要ですね、はい、彫刻刀も、まあ、木もこれもですけど、名前は何て言うんですか。バレンです。バレン、はい、はい、竹の皮でできてます、はい、で中もあの竹の皮を裂いて、はい、糸状にしたものを撚って、はい、あのいくつか撚ったものをまとめてこう結び目を作っていくんですね、はい、でその結び目が均一に作られないといけないから、はい、そういう職人さんとかもいて、はい、でそれがこう渦状に入ってるんですよ、はい、で、あの竹の皮に覆われて、はい、で、本当にでは平らじゃないと、中の部分、うん、中の部分も、はい、皮も竹です、はいはい、そう、やっぱり、あと日本人、やっぱね、新聞ってすごく大事なんですよ。何でも使います。何でも使う、でこう、必ずこういうのをね、下にも使うし、あとあのこれはイロハンなんですけども、最初に色の版から刷ります。で和紙を乾いたまま乗せると、はい、結構色づきが悪いから、はい、あの湿らすんですけど、はいはい、これはですね、あ、一緒にやった方がいいですね。簡単にそうそうそう、あ、ここに、なんかスプレーが、そう、スプレーが、だからこれでこうして、この紙に湿らせて、うん、で、まあ、そうしたのをですね2回ぐらいやるんですけど、うん、まあ、やったとしまして、で、これに和紙をですね、これは、はい、福井の和紙です、はい、はい、で、これはで少し置いたものを、うん、使います、うん、でもあれの方はこれあのたまたま茜って言って、あの染料、はい、これも日本古来の、はい、茜色の茜ですけど、あ、それどそうです、それは日本茜という日本茜の、はい、から取った染料、根っこの部分使うんですけど、その染料で染色した後の、はい、沈殿物を乾燥させて、はい、顔料にしたやつをちょっとあのいただいて使
ったりしています。あ、そうなんです、はい、あの今回初めてちょっと使わせてもらったんですけど、なかなかそのいい色が出たからちょっと気に入ってます。で、あのこれはだからその顔料にアラビアゴム、まあ、ニカワかアラビアゴムを入れて定着液なんですけど、うん、定着剤を入れて、うん、あの水で薄めた絵の具です、うん、で本当はあの水彩絵の具を、まあ、中心に使ってはいるんですけど、たまたまちょっと今日これがあったんで、うん、で、これを、まあ、こう塗って簡単に、大体で、これはでんぷんのりです。はい、はい、これをもっとさらにつけて、うん、これも波形、はい、刷毛で画面の上でこう混ぜ合わせて伸ばしていきます。均一になるように、はい、で、すいません、ちょっと適当、はい、大丈夫です、適当なんやけど、本当にちょっと薄い感じになりますけど、で、ここに示したやつを先ほど湿らせたやつ、はい、湿らせたものをこのように合わせて、で、ここにして、ローを塗って滑りやすくしたやつですね。はい、ローを塗って滑りやすくして、はい、何回も使ってるのでちょっと汚れてます、はい、で、こういう、はい、ちょっと色薄いですけれども、はいはい、あのまあ、これが出来上がった感じ、はいはい、で、これに、はい、黒いインク持ってきてないんで、はい、また同じように黒をのせて、はいはい、で、じゃあこれを合わせて、はい、でまた吸って、はい、はい、でやると色を重ねる場合は一度こっちはもう、はい、乾かしてっていう感じ。あ、あの乾かないようにこうまたこうのせとくんですよ。あ、そうなんですか。乾かないやつで、こっちにインク乗せて、で、終わってからここ乗せたら、そう、乾いちゃうと紙があの収縮しちゃうんで、あ、なるほど、はい、あ、サイズ感変わっちゃう。そう、サイズが変わるとこうずれちゃうから、それが和紙の、うん、和紙の凄さです。すごいで、西洋の紙でやったらやっぱこう、示した時点で結構もろもろになったりして、はいはい、使えないんですよ。で、出来上がったのがこれ、はい、これが完成。これが完成です。初茜。初茜って言って、はい、まあ茜の染料を使ってるんですけど、初茜っていうのは、はい、俳句の季語にもなってて、はい、まあ元旦の朝日のことを言うらしいんですよ。はいはいはい、はい、自然をモチーフにした感じの、はい、いや、あの解説していただいて、あの、大丈夫ですね。秋とか、はい、これは冬ですね。はい、まあ、七種様ラベル。七種様ラベル。
違う春ですね。春の鏡。この古代縁起模様っていうのは、はい、こういう文様はどちらの方に？なんかあの、はい、布の文様を見て、はい、でそれを私なりにあれちょっとアレンジしてますね。はいはい、はい、こっちは銅版画なんですけど、はいはい、銅版画は針のような細い引っ掛け傷つけて作るので、はい、まあ、より細かな作品が作れます、はい、西洋は銅版が中心に秋の味覚、あ、これ可愛らしいですね天神唐草、これってもしかして仏教とかに関係あります？あ、曼荼羅とか だとは思うんですけど、あの大犬のふぐいってわかります？あの草花なんですけど、はい、それの、まあ、いろんな名前があって、はい、その天神唐草っていう名前の方が好きやからはいはい、はい、でも仏教的ですよね、はい、あの文様にすごいぴったりだったんで、ちょっとアレンジして、はい、この煮干しって最初ものすごくスケッチされてるんですね。あ、そうそうです、はい、スケッチして、はい、あの木版と一緒で、はい、結局スケッチしたのを、はい、このトレーシングペーパーに移して、はい、それでまたひっくり返して転写して、はいはい、それは銅版画にこう、はい、書き込むみたいな感じで、はい、煮干しをスケッチしてるところって めちゃくちゃあの一般の人から見たらシュールですけど、ね、そうですねなんかあのイナゴの佃煮とか、はい、ちょっとその可愛い乾物にハマってたことがあって、はいはい、まあ美味しいですしね。そうですね、はい、そうスケッチした後食べて一石二鳥ですね。これがその樹齢450年と言われています、はい、推定、はい、寒いですけど、まあ、でもちょうどいい感じで火が差してきますね。あ、本当ですね。ちょうどちょうど縁側がこう出てるんで、はい、うん、